韓国のマラド強襲揚陸艦が就役したね。以前は F-35B ステルス戦闘機も艦載可能との報道もあったみたい。韓国の建造能力はちょっと日本とは違い、やっぱり人手不足は否めないな。それに出生率も世界最低との話だし、韓国は急速な国家滅亡へ向かっているような感じだぜ。今回は、このマラド強襲揚陸艦の甲板の耐熱処理技術について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2021年6月末に韓国でドクト級強襲揚陸艦の2番艦となるマラドが就役したわけだけど、1番艦のドクトの2007年に就役から14年を経たこともあり、同型艦とは言っても可能な限りの船体の拡張が図られたよ。具体的な内容として、マラドは満載排水量が1万9000トン、全長 199.4 メートル、全幅 31.4 メートルとなっており、この規模艦は1番艦のドクトより満載排水量で約500トン、全長で15メートルほどの船体の大型化が実現されたものなんだ。なぜならマラドの全通飛行甲板には航空機用の耐熱処理加工が施されているらしく、一部では日本の出雲加賀と同様に短距離離陸垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型の運用の可能性もあるとされていたんだ。しかし、実際にマラドの飛行甲板への耐熱処理加工については、大型輸送機 MV-22 オスプレイの離着陸に対応可能というレベルであって、F-35 ライトニング 2B 型の超高熱の排気熱に対する耐性は備えていないのが現状のようだな。その理由として F-35 ライトニング 2B 型の排気熱に耐うる耐熱塗装の技術を韓国が有していないことや、そもそもドクト級強襲揚陸艦の内部構造は F-35 ライトニング 2B 型を収容する設計となっていないことが挙げられているぜ。また耐熱加工を語る以前にマラドの飛行甲板の強度自体が戦闘機の離発着の荷重を視野に入れて設計されたものではないと言われており、その点からも F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることは物理的にも非常に難しいだろう。ある意味、特殊な F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な飛行甲板の強度、耐熱加工、エレベータや収納スペースの構造を鑑みれば、一見すると全通飛行甲板を備えていても戦闘機運用は容易ではないということがわかるわけだ。そうすると、海事の出雲や香川設計建造の時点から F-35 ライトニング 2B 型の運用を想定していたとも考えられ、これらの建造の際に野党が憲法で禁止された空母であると非難していたのも間違っていなかったのかもしれないね。ただし、これまでの日本政府の見解によると、日本が憲法上保有できないのは、潜水艦発射弾道ミサイル通称 SLBM を搭載した戦略型潜水艦や長距離戦略爆撃機、攻撃型の空母であり、出雲加賀イコール攻撃型に抵触しないとの判断に基づくものなんだ。国際的に日本の自衛隊は軍隊ではないと言っているけど、他国から見れば摩訶不思議な政治的な命題に絶えずさらされている状態で、艦艇航空機等の主要な装備の調達にも面倒な理由付けが不可避であり、現場や防衛省の苦悩も計り知れないものがあるんだろうね。一方で韓国のマラドは、一番艦のドクトは強襲揚陸艦だと韓国内でも表現されていたが、当時は大型輸送艦と呼称されており、これは間違いなく中国に向けられた配慮だったと言われていたぜ。韓国内のメディアは1番艦のドクトと2番艦のマラドに関して、着実に韓国が航空母艦建造のノウハウと技術を積み重ねてきていると報じており、世論的な面からも航空母艦の保有に関して、日本のような意味での否定はそこまで見られなかったな。世論的な面からも航空母艦の保有に関して、日本のような意味での否定はそこまで見られなかったな。ただし、現実的な論者たちからは韓国の最大の仮想敵国は現代においても一時休戦状態にある北朝鮮であり、陸続きの同国に対して航空母艦を保有することは有効な対応策ではなく、F-35 ライトニング 2A 型の配備を削減すべきではないといった意見も見られるらしい。このような意見は韓国の置かれた地理的軍事的状況を考えた場合には正論だとも感じるけど、
多くの世論は日本が竹島韓国名独島軍事力で奪還しようと目論んでいると捉えているらしく、その対応策として空母の必要性を唱えているんだ。このことは日本が出雲加賀の航空母艦化を決定して以降、なおさら韓国も対抗上航空母艦を保有すべきであるという声が強くなっていき、世論に現政権の支持率を高めるためにムンジェイン元大統領が半ば強引に推し進めているように見えたね。韓国はマラドに続く独島級強襲揚陸艦の3番艦を、すでにペンニョンドと命名して建造する計画を推進しており、この艦が昨今、本格化している韓国初の軽空母になるものと言われていたんだ。韓国の軽空母計画で最も興味深いのは、これまで独島マラドの2隻の独島級強襲揚陸艦の建造を手掛けた阪神重工業者ではなく、世界最大の造船グループのヒュンダイ重工業者と、2023年5月に韓国財閥ハンサグループに買収されてハンサオーシャンと改名したウテウ造船海洋社が名乗りを上げていた点だな。前述したように、阪神が独島級強襲揚陸艦を通じて航空母艦建造のノウハウと技術を積み重ねてきたと報じ、注目の大事業であるにもかかわらず、その建造企業を他社へ変更する方向で進んでいる点は稀有な気がするぜ。いずれにしても、韓国独力での航空母艦建造は非常に難しいため、ヒュンダイ重工業者にはイギリスのクイーンエリザベス級航空母艦を手掛けたバブコック社が、ハンサオーシャンにはイタリアのフィン艦経理社が支援を実施していたわけだ。すでに韓国の軽空母計画の初動の概念設計に関してはヒュンダイ重工業者の案が採用されており、したがってバブコック社が支援する形でクイーンエリザベス級航空母艦と同様のスキージャンプ式の発艦システムが盛り込まれる可能性が非常に高いらしい。2021年5月にイギリスのポーツマス港を出港し、極東地域派遣へ向けて航行したクイーンエリザベスが当時の背景から韓国に寄港する可能性も高いと言われていたんだけど、新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、同年8月に韓英の国防当局が合意のもと断念したよ。一方のハンサオーシャンとイタリアのフィン艦経理社のコンビは、独島級強襲揚陸艦と同様に艦艇の船体をコンパクト化し、ある意味小回りの利く運用の実現を図るものではないかとも感じられるよね。ヨーロッパ及び地中海地域における最大規模の造船グループのフィン艦経理社が手掛ける代表的な艦艇は、2023年に収益予定で進められていたイタリア海軍の強襲揚陸艦トリエステであり、これは基準排水量2万5816トンで韓国が考える軽空母よりも若干少ないと言えそうだよ。強襲揚陸艦トリエステは全長245メートル、全幅47メートルと比較的小さな方だが、それでも艦載機はヘリコプターと F-35 ライトニング 2B 型の合計で最大20機ほどの収容が可能とも言われており航空機の運用能力も高い方だぜ。ただし、韓国のハンサオーシャンとイタリアのフィン艦経理社の軽空母の設計案には強襲揚陸艦トリエステや、ヒュンダイ重工業者バブコック社案と異なりスキージャンプ方式は採用されていなかったらしい。クイーンエリザベス級航空母艦をダウンサイジングしたようなヒュンダイ重工業者バブコック社案よりも、ハンサオーシャンとイタリアのフィン艦経理社案の方が現実的な気がするんだけど、これは多くの人が思っていることかもしれないね。米国との同盟を核としつつ、日本、オーストラリア、フィリピンなど、他の同盟国との軍事協力を深めているな。これには共同訓練、情報共有、兵器システムの共同開発が含まれるぜ。特に、地域の安全保障環境を考慮し、南シナ海や台湾海峡での存在感を示す戦闘機、潜水艦、ミサイルシステムなど、国産化を推進している分野が多いらしい。この動きは、国防産業の自立化を促進し、国際市場での競争力を高める目的も持っているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。アメリカのロッキード・マーティンが中心となって開発された、第5世代ステルス戦闘機 F-35 ライトニング2については皆も知っているよね。アメリカのみならずイギリス、カナダ、日本などの同盟国空軍が運用している既存の戦闘機戦闘攻撃機、
対地攻撃機を置き換えることを目的とした計画である統合打撃戦闘機計画、ジョイントストライクファイタープログラム JSF に基づいて開発された多用途戦闘機マルチロール機だな。さて、今回は韓国空軍が運用する F-35 の重整備問題について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、まずは F-35 について続けていくんだけど、アビオニクスなどはコンピュータによる情報統合を推し進められていて、ヘルメットディスプレイに情報が投射されるヘッドマウントディスプレイシステム HMDS よってパイロットの全周囲視界が確保されているなど、開発当初からマルチロール機として開発されたために、制空戦闘機として開発された同じ第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターと比較した際に、対地攻撃能力や電子装備の充実度合いにおいては F-35 が上回るんだって。また、JSF との名の通りにほぼ同一の機体構造が用いられた3つの派生型があり、基本型となる通常離着陸機 CTOL の F-35A、垂直短距離離着陸機 STOVL の F-35B、そして航空母艦の艦載機として運用される艦上機 CV 型の F-35C が同時に製造されていて、アメリカ空軍のみならず海軍や海兵隊でも採用され、西側諸国においても A 型と B 型を中心に導入が進められているぜ。日本の航空自衛隊では最終的に A 型105機と B 型42機を調達する予定となっており、STOVL 機の B 型は海上自衛隊の出雲型護衛艦出雲と加賀の空母化改修後に艦載機としても運用される計画だな。また、隣国の韓国空軍でも2022年までに A 型40機を購入し、そのうちの1機がバードストライクによって損傷し廃棄処分となったものの39機を運用していて、2023年12月にはさらに A 型20機の追加購入契約が発表されるなど導入が進められているのであるが、韓国空軍は F-35A のメンテナンスにおいて大きな問題を抱えているらしい。F-35 については JSF として開発された観点から西側諸国での導入が一気に進むとされ、短期間に大量の製造が見込まれていることからアメリカ本国のテキサス州にあるロッキード・マーティンのフォートワース工場の他に、イタリアのカーメリと日本の愛知県豊山町にある三菱重工業小牧南工場に FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウト施設が設置され、アメリカで製造された F-35 の機体パーツが運び込まれて最終組み立てと検査が実施されているよ。また、機体のステルス性能維持やアビオニクスのメンテナンスなど重整備や、ブラックボックスなどロッキード・マーティンのエンジニアしか触れることのできない部分の、メンテナンス修理オーバーホールアップグレードを多数の機体に実施するために、国際整備拠点 MRO&U メインテナンスリペアオーバーホール&アップグレードが用意されており、本国のアメリカの他に FACO 設備が利用可能なイタリアと日本がそれぞれ欧州とアジア各国の機体を担当し、南半球における運用国であるオーストラリアの4国に設定されたんだ。アメリカ側のこの方針に従うならば、韓国は最も近い日本の MRO&U において自国空軍が保有する F-35 の重整備を実施することが時間的な面でもコスト面においても有利になるんだけど、過去の歴史において反日思想が根強い同国はこのことを嫌い、日本に自国空軍における F-35A 運用の実態を暴露することになるとして、自国の F-35A を輸送艦などに搭載してオーストラリアかアメリカ本国に送り重整備を実施すべきであると主張する声が高まりを見せていたよね。これについては日本に設定されている MRO&U が、韓国側が徴用工問題などにおいて先般企業として名指ししている三菱重工業が担当していることのほか、前政権の文在寅政権の過激な反日思想も拍車をかけていたな。日本の防衛省などの説明によれば、日本の MRO&U は航空自衛隊が運用する F-35A 型及び B 型だけでなく在日米軍と在韓米軍、そして韓国空軍の F-35A も受け入れることが可能であるとして、年間30機以上の重整備を受け持つことができるとされているのであるが、これまで反日姿勢を強めてきた韓国は同国空軍の F-35 を日本で整備することを固くなに拒絶してきたわけだ。
アメリカ側では MRO&U を設置した国が担当地域の重整備を行うことで、その施設設置に投資した費用の一部を回収する仕組みとしているため、アジアに位置する韓国の F-35A はオーストラリアやアメリカではなく、アジア太平洋地域の MRO&U である日本の三菱重工業の施設を利用することを主張していて、韓国の F-35A は重整備を受けられない状況に陥っていたよね。そのような状況について韓国の革新政党である正義党に所属しているキム・ジョンデ議員が、アメリカが日本と日韓相互軍需支援協定 ACSA を締結した上で、韓国の F-35A の重整備について日本の MRO&U を利用する圧力を加えているのは、F-35A の購入契約締結時に、アメリカが当時のパククネ政権との間で韓国空軍の F-35A の重整備を日本やオーストラリアの整備拠点を利用するとの条件が盛り込まれた契約に署名したためであるとして、韓国の F-35A の重整備をアメリカ本国においても受けることができるという選択肢を消してしまったためだとする主張が報じられたよ。キム議員はさらに、しかしながら実際に時間と費用を負担してまでオーストラリアやアメリカ本国で、重整備を受けることは国防費上のコスト面から見て現実的ではないとして現状では日本で整備を受けるしかないとも述べているんだ。しかし、それについてはチョンジュの空軍基地に配備された F-35A の整備を日本の戦犯企業に依頼しなければならない状況であることは屈辱でしかなく、韓国空軍が技術的に日本に従属することになり、容認するわけにはいかないとした上で、それを防ぐために韓国国内に F-35A の重整備を実施することができる MRO&U を誘致すべきだとして、チョンジュ空軍基地に MRO&U を誘致することを韓国国会で推進するべきであると主張したぜ。このキム議員の発言をしばらくは、この問題について目立った動きは見られず韓国空軍の F-35A の重整備は結局、日本で実施されることになると見られていたのであるが、アメリカ国防総省が2019年に F-35 のアビオニクス救命装備品膠着装置キャノピーポンプバルブ電力システムなど、400品目以上の修理可能品部品における世界的な MRO&U 体制の割り当てを発表したことで風向きが変わったな。国防総省のマット・ウィンター海軍中将によると、世界的に MRO&U 機能を展開させることで運用各国の部品入手性が向上され、F-35 の稼働率を高めることができるとして、2021年から2025年までにこれまでの日本、イタリア、オーストラリアの MRO&U に加え、イギリス、オランダ、デンマーク、ノルウェー、イスラエルにも部品を割り当てて修理体制を整備することが明らかにされ、ついで F-35 の配備機数増加に伴う修理需要の増加に合わせて、2025年以降はインド太平洋地域の日本とオーストラリアに加えて、韓国にも MRO&U 機能を拡大する考えが示されたよね。その後アメリカ国防総省は、北大西洋条約機構への加盟が決まり F-35 の導入を決定したフィンランドにおいても、機体やエンジンに各種コンポーネントの整備や修理を自己完結できる運用体制を構築することを認めるなど事態が進展し、2024年4月には韓国の防衛事業庁が F-35A の重整備について韓国国内で実施することをアメリカ側と合意したとして、2025年から韓国空軍の整備士をアメリカに派遣して教育を受けるとした上で、チョンジュ空軍基地内に設置される施設において2027年末から F-35A の重整備が開始されることを明らかにしたぜ。これを受けた韓国メディアも日本で F-35A の重整備を行うことで軍事機密情報が流出するという懸念の声が多かったが、空軍が重整備を直接行うことになったと報じていて、韓国の反日感情からその行く末が懸念されていた同国空軍の F-35A の重整備問題が決着したと見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年4月4日、韓国が建造していた3000トン級のトサンアンチャン補給通常動力潜水艦、サンチャンボゴ3 KSS3 バッチ1の3番艦となる新チェイホが、
韓国南東部のウルサンにあるヒュンダイ重工業の造船所で偽装工事を終えて韓国海軍に引き渡されたよ。同艦の引き渡し式典にはアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ペルー、フィリピン、ポーランド、エクアドル、コロンビアの政府関係者が参加したことを韓国メディアのみならず海外のメディアも大々的に報じていて、関心の高さが示されているな。今回は韓国の最新鋭潜水艦 KSS3 の3番艦が就役したことによる、韓国の売り込みが激化している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、このトサンアンチャンホ級通常動力潜水艦チャンボゴ3 KSS3 は、は、水中排水量3705トン、全長 83.5 メートル、全幅 9.6 メートルとされ、水中速度20ノットで乗員は50名、連続潜航日数50日の性能があり、533メートル魚雷発射艦8門にミサイル垂直発射装置システム VLS6 機を備えていて、韓国初の潜水艦発射弾道ミサイル搭載可能な通常動力型潜水艦だね。2020年8月に韓国国防部が2021から25国防中期計画において建造計画を公表したもので、韓国がこれまでドイツから輸入して建造運用をしていた209型潜水艦 KSSI チェンボゴ級及び214型潜水艦 KSSI アイソン元1級で取得したノウハウをもとに国産化に成功したとされる3000トン級潜水艦で、戦闘システムやソナー水中音波探知機など潜水艦の重要な装備を国産化したとしているほか、潜航時間を長くする非対機依存推進 AIP システムを備え、地上の標的に対する精密攻撃と極秘作戦の安定的な遂行が可能であるとして韓国国防部では、独自技術で開発した世界最高レベルの潜水艦であると主張しているよ。同艦の VLS には韓国が独自に開発してすでに実戦配備されているとされる、玄武 3C 対地攻撃用長距離巡航ミサイルを潜水艦発射用に改造したものが搭載可能とされるみたい。しかしながら、この玄武 3C シリーズは射程 1500km の巡航ミサイルで、対北朝鮮を牽制するミサイルとされているのであるが、韓国本土から北朝鮮全土だけでなく中国の北京も射程内に入れることが可能であることから、あえて潜水艦に搭載せずとも陸上に移動式の発射台があればこと足りるとして、わざわざ膨大な経費をかけて弾道ミサイルを搭載可能な大型潜水艦を保有する必要はないとする指摘もあるぜ。このことからトサンアンチャンホ級通常動力潜水艦の1番艦トサンアンチャンホと、2番艦ヤスタケが就役した頃の韓国においては反日強硬派のムンジェイン政権による異常なまでの反日感情の高まりから、北朝鮮への牽制が目的ではなく日本への牽制ではないかとの見方が広がっていたな。実際に韓国の潜水艦には、かつて日本に支配されていた頃に活動していた反日活動家を英雄としてその名前が付けられており、日本を意識したものであることが感じられるね。ただ、近年における KSS3 をめぐる韓国の動きを見ていると、日本への牽制という意味合いではなく、VLS を搭載することで弾道ミサイルを搭載可能な潜水艦の保有を希望している、世界各国への輸出を念頭に置いたものである可能性が高いとする指摘が出ているんだ。KSS3 のバッチ位置は今回就役した3番艦新チェイホで建造終了となり、次級は排水量が3600となって VLS が6機から10機に増やされるバッチ2が2025年から建造される予定となっていて、今回招待されている9カ国の海軍関係者はその建造施設見学が予定されているとされ、韓国側は自国潜水艦の売り込みに躍起となっている様子が伝えられているよ。これまでの韓国側の具体的な動きとして、アメリカに対しては造船業界への投資を進めているほか、子会社の設立などを通してアメリカの造船業界への進出しようとする動きが見られるほか、イギリスのバブコックインターナショナルグループとの間で KSS3 の海外輸出での提携を深めていることが報じられ、さらにカナダ、ポーランド、フィリピンには KSS3 バッチ1の売り込みが盛んであることも知られているんだ。
さらにペルー海軍においては韓国のフリゲート艦や大型哨戒艦 OPV 揚陸艇などの建造についてパートナーとして選定され、フリゲート艦など4隻の建造が発注されているほか、南米でコロンビア海軍とエクアドル海軍にも自国のフリゲート艦を提案中であるというよ。また、日本のフリゲート FFM である最上潟護衛艦の導入が有力視されているオーストラリア海軍の、海軍再編構想に含まれる汎用フリゲートの調達先においても韓国のフリゲート艦が候補として挙げられているなど、今回招待された各国それぞれのアプローチが強力に展開されているな。韓国国防部と HD 現代重工業は、招待した各国海軍関係者に対して KSS さんが韓国の独自技術で、設計建造された潜水艦であることをアピールしただけでなく、偽装工事を終えて試験評価中のイージス艦ただし粗大王やフリゲート艦ただし南も合わせて紹介したことが報じられており、パウル・デュクロ中間ペルー大使は潜水艦の内部まで実際に入って見学することが許されるなど特別な経験になったと語ったことが伝えられたぜ。ジュオンホ HD ヒュンダイ重工業特殊船事業代表は今回の潜水艦収益行事は、優れた性能を持つ我々の潜水艦を、世界各国に PR するまたとない契機になったとして、今後、韓国政府とともにチームコリアとして防衛産業輸出に総力を尽くすと語ったね。このような韓国の海軍艦艇売り込みの動きについて、特にオーストラリアにおいて韓国企業の動きが活発となっていて、ハンファグループがオーストラリアのオースタルの全事業を買収する提案が進められていることが明らかになっているよ。ハンファの執行副社長は外国投資審査委員会 FIRB がハンファによる同社買収を拒否するという主張には根拠がないと述べて、買収の噂については否定したものの、ハンファはすでにオーストラリアへの先行投資について FIRB の承認を取得しており、地元労働者を雇用しているGロングの製造工場に多額の投資を実施しているとして、歩兵戦闘車両や自走榴弾砲に弾薬補給車などの契約サプライヤーとしてオーストラリアの防衛産業基盤への確かな投資実績があるとしており、オーストラリアの防衛産業にすでに深く食い込んでいることを明らかになっているんだ。また、今回の式典に招待されている国の中でカナダでは、現在運用しているビクトリア級通常動力潜水艦の老朽化から後継艦種の検討に入っていることが伝えられており、カナダ国防省がこれまでに明らかにしている情報によると、2023年8月31日にビクトリア級潜水艦の後継艦について調達要件を満たす潜水艦保有国の企業や海軍などの協力を得て調査を行っており、次期潜水艦導入のためのプロジェクトチームはフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本と連絡を取っているとして、2034年までに退役が予定されている4隻のビクトリア級潜水艦の後継艦として、最大で12隻の新型通常動力型潜水艦を調達して、同国の東海岸と西海岸に6隻ずつを配備したいとしていて、カナダ政府に予算編成を訴求しているというぜ。現状においてカナダ側から具体的なアプローチはない模様だけど、日本の対米方が有力視されているほか、韓国の KSS さんも有力であるとする見方もあり、韓国側のアプローチによっては、かつてのオーストラリア海軍へのそういう型潜水艦の売り込み失敗が再現される可能性を指摘する声が高まっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。